放送開始、プレイヤー、ソンスンホン&F、X、クリスタル&イシオンナ、華麗な。プレイヤーの登場、この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール OCN ドラマ、プレイヤー、放送画面キャプチャー俳優ソンスンホン。FX、クリスタル、イシオンナが素晴らしい演技で視聴者を引きつけた。29日に韓国で初放送されたケーブルチャンネル OCN ドラマ、プレイヤー、脚本、シン・ジェヒヨン、演出。コジェヒヨン、第1話では、悪者に詐欺行為を行うカンハリ、ソン・スンホン、集団の姿が公開された。カンハリは、自分自身を検事と偽って氷菓子チョンドンソプ、パクジャヒヨン、会長と会った。彼はチョンドンソプ会長に、会長は、詐欺に遭っているのだ、と説明し、役員らの正体を教えることを要求した。カンハリの言葉を聞いて怯えたチョンドンソプ会長は、役員らにお金を持って動くことを指示し、これにはカン。ハリとハッカーのイムビョンミン、イシオン、元ギャングのトジヌン、テウォンソク、などが参加した。ここで新たにチャーリョン、クリスタルが運転を引き受けて、彼らに協力した。また、カンハリ集団は次の目標として、性的暴行をしながらも頬の網を避けて、イル財閥2世、キム・ソン・チョルを狙った、容易ではない詐欺を始めた。これまで、善良なキャラクターなどを演じて愛されてきたソン・スンホは、プレイヤーで詐欺師を演じ、視聴者の期待を高めている。バイクに乗りながらガールクラッシュ、女性が女性に対して憧れの感情を抱くこと、な魅力を披露しているクリスタルの姿も目を引く。コミカルな演技を主に披露したイシオンは、今回のドラマで天才ハッカーに変身してスマートな魅力をアピールしている。第2のマドンソクと呼ばれ、華麗なアクションシーンを披露して、イルテウォンソクの演技も視聴者に新鮮さを与えており、注目だ。プレイヤーは詐欺師、ドライバー、ハッカー、ファイターなど、各分野の最高のプレイヤーたちがタッグを組み、違法に集めた汚いお金を探して盗む、愉快で痛快なマネースチールアクションドラマだ。